スバル・レオーネ、レオーネ、レオーネは、富士重工業、現、スバルで生産されていた自動車である。1970年代前半から1980年代後半にかけて、スバルの機関車種であった。OEM を除く歴代の全モデルがスバル1000以来の伝統である水平対向エンジンを採用し、スペアタイヤはエンジンルーム内に収納されていた。サッシュレスドアや、 ステーションワゴンといったスタイル、そして 4WD の技術は、後のレガシーやインプレッサの基礎となった。初代は1971年10月7日に発売され、当初はクーペモデルのみの展開、グレードは DL、GLGS、GSR で、スバル FF-1300G シリーズと、併売されたが、1972年4月に、4度ダン。 スタンダード DL GL カスタムスーパーツーリング1.1リットルモデル商用車のエステート版スタンダード DL スバル発の 4WD が追加され FF-1 からの世代交代を完了した当時のトレンド及び提携先の日産自動車の影響が感じられるロングノーズショートデッキの抑揚の強いデザインを持ちメカニズム的にもブレーキがアウトボードになったり スポーツモデルのステアリングギア比が遅くされるなど、スバル1000、FF-1 の技術市場主義を抑え、より市場に需要される商品としての性格を強めようとする意図が感じられた。スバル360、サンバー、1000まで全てのスバル車の基本設計を担当してきた、名設計者、モモセ進6を、日産自動車との業務提携が成立した1968年8月に、 設計本部から技術本部に移し、レオーネの設計に関わらせなかったことも、新型車レオーネの性格を決定づけている。また CM には、当時のヒット歌手であった、尾崎清彦を、イメージキャラクター及び CM ソングで起用するなど、それまでのスバルからは大きくイメージの異なる、広告手法を採用した。だが、レオーネの代になって、スバル1000、 FF-1 シリーズのシンプルな機能美が失われた点は古くからのスバルファンや欧州車志向の強いカーグラフィックなどの自動車ジャーナリズムを嘆かせた。一方、レオーネの進歩的な部分としては窓枠のないサッシュレスドアをバンを含む全車に採用したことが挙げられる。サッシュレスドアは富士重工業にとっては1960年の試作車。 A-5 依頼追いされてきたテーマで、近年まで採用を続けていたが、インプレッサやフォレスターでは2007年のフルモデルチェンジとともに、一般的なサッシュドアに移行し、最後までサッシュレスドアを採用していたレガシーも2009年の5代目へのモデルチェンジにより、ラインナップから姿を消した。1972年8月1日、エステート版に 4WD を設定。前年に、 東北電力の要請に応じて、数台が注文生産された 1300G 版4輪駆動車から得た経験を継ぎ込んだジープタイプではない量産 4WD が世界で初めて世に送り出された。それまで4輪駆動といえばジープに代表されるクロスカントリータイプの車を意味し、乗用車タイプの4輪駆動車は存在しなかったが、これ以降、 他社の乗用車にも4輪駆動車が設定されるようになった。さらに、同年12月1日には、専用ハードサスペンション、専用クロスレシオ高速 MT を装備した、ホットモデル、RX が追加された。基本的な構成は、1400GSR と共通だが、量産車では、日本初となる4輪、ディスクブレーキを装備していたことが特筆される。ちなみに、レオネは、 パーキングブレーキが前輪に効くようになってるので、いわゆるサイドターンはできない。1973年6月にはピラーレスの2ドアハードトップが追加された。後席ヘッドクリアランス確保のために、リアウィンドウ傾斜角がクーペから若干立てられ、15mm 前後が高められている。4等式フロントグリルとランドウトップ風の太い C ピラーによる、 元々は苦の強い初代レオーネ中でも最も複雑なスタイリングを特徴とした。続いて1973年10月のマイナーチェンジではセダンクーペエステート版のフロントグリルが変更され、インパネが先に発売されたハードトップと統一デザインとなった。またこの際、セダン1100は1200にスケールアップされ、エステート版には FF のトップグレードとして 1400GL を新設定。当時の商用車としては珍しく、前輪ディスクブレーキ、マスターバック付けを標準装備していた。1975年1月20日には、エステート版 4WD に続いて、世界初の量産 4WD 乗用車、4ドアセダン 4WD が、同じく日本の前輪駆動車では、初のフルオートマチック車。 セダンカスタムとハードトップ G に設定と同時に発売された。同時にマイナーチェンジが行われ、セダン 1200GL の追加、ホイールカバーの変更、セダン1400シリーズのフロントマスクは、ハードトップと同じ丸型4頭ライトとなった。同年10月には、シーク T と名付けられた排気ガス浄化方式により、ツインキャブのスポーツ系も含めて50年規制を飛び越え一きに、 全車51年排出ガス規制適合を果たした。パワーダウンを補うために、車種構成全体で1.2リットル、1.4リットル、1.4リットル、1.6リットルへと、排気量アップが行われた。1977年4月には、日本初の全車53年度排気ガス規制適合を、達成、スポーツカーがのきなみ淘汰された他社を知り目にツインキャブの、スポーツモデルも引き続き生き残り、 スバルファンのみならず当時の車好きたちに喝采された。同時に大幅なマイナーチェンジが実施され、ボディサイズを拡幅、リアトレッドも 50mm のサイズアップとなった。どことなくアルファロメオを思わせるシンプルな造形のフロントマスクやキャラクターラインの整理、リアデザインの変更によって初期型に比べるとかなりクリーンな外観となった。インテリアにはホンダがシビックで流行させた。 アッパートレイ付きのダッシュボードが備わる。この機械にセダンカスタムは新設定の最上級モデルスーパーカスタムにとって変わられた。同年11月にはセダン2ドアハードトップにポンティアックの社名から拝借したグランダムなる車種を追加した。同社は北米仕様と共通の大型衝撃吸収バンパーや派手な色調の内外装を特徴とした。同年10月。 北米の1978年モデルに合わせるタイミングで輸出専用ピックアップトラックのブラッドが発売された。二代目ザニューレオーネエンジン EA81 他が1979年6月1日に発売される。スバルとしては三代目サンバー以来6年ぶりの新型車でボディサイズは拡大されフロントサスペンションには 日本製の FF 車としては、初となる、ゼロスクラブとハイキャスター寄りにセッティングされた、マクファーソンストラットコイルが採用され、さらに1.8リットルエンジンが設定されるなど、中型大衆車を強く意識した設定となった。ボディタイプは、2代目アウディ82よく似たロックライトの4、ドアセダン、やや流行遅れのオペラウィンドウを持つ2ドアハードトップ、エステート版に加え、 スイングバックと呼ばれる、リアオーバーハング 270mm、ホイールベース 80mm を短縮し、全長を 4m 以下に抑えたサンドアハッチバックが用意された。スイングバックには1.3リットル4輪、ドラムブレーキの廉価版やツインキャブのスポーツモデル 1600SRX も存在した。また、好評の 4WD モデルもセダン、エステート版、ライト版。 スイングバックに用意された。さらに、セダン最上級の 1800GTS にはいずれも、スバル車初のパワーステアリングパワーウィンドウ、オートエアコンが装備可能であった。また、アクロ走行のために1.8リットルの 4WD 車には、デュアルレンジと呼ばれる複変速機が搭載され、4速 MT を全身8段、後身2段の超クロースミッションとして使用できるようになった。 このように2代目レオーネは広範囲な客層、価格帯をカバーするラインナップとなっていた。ただ、2代目レオーネのエンジンは依然オフのままで、3足、AT や手動式チョーク、4WD の MT 車に5足が設定されていないなど、時代遅れな面が隠せなくなってきていた。1981年6月2日には、マイナーチェンジが行われ、4度ダン1800と、 ハードトップが異形角型二等式複雑な形状のフロントグリルは流行の角型四等を持つ比較的シンプルなものに改められ、また全車種のリアコンビランプの表面形状が当時のメルセデス・ベンツ流の汚れても機死人性が確保される凹凸面タイプに変更された。同月25日にはスバル初ののナンバーステーションワゴンとなるツーリングワゴンを追加。 エステート版の B ピラー直前からルーフを 30mm、かさ上げした2段ルーフを採用し、装備を4ドアセダン 1804WD-1800GTS に準じた豪華なものとして、レジャー用途の取り込みを図った。ツーリングワゴンの名は、後のレガシーツーリングワゴンに引き継がれる。同年10月、ブラッドが2代目ベースにモデルチェンジされた。11月には、 日本初の 4WD でオートマチックトランスミッションを持つレオ 2800cc4WD オートマチックをセダンとツーリングワゴンに追加後輪駆動用のトランスファーに世界初となる湿式油圧多板、クラッチ MPT を採用し富士重工電灯の技術重視の姿勢が 4WD システムを中心に再び復活の兆しを見せ始めたこの MPT は オートマチックトランスミッションのライン油圧を利用するため、マニュアルトランスミッション車には装備されなかった。1982年11月には、折からのターボ車ブームに乗り、日本発の水平対向エンジンプラス 4WD、ターボモデル、1.8リットル、グロス 120PS、燃料噴射方式をセダンとツーリングワゴンに追加、オートマチックトランスミッション車のみ、 翌1983年7月には4度ダン2800ターボと 1604WD を追加した。同時に、ハードトップを新設定の 4WD1.8 リットルツインキャブのスポーツモデル RX グロス 110PS に一本化し、FF 車を廃止した。なお、他社の1.8リットルターボ車がグロス 135PS の時代に、 グロス 120PS 止まりであったのはエンジンがオフだったため最高許容回転数が 5500rpm に過ぎなかったためである。そのため1980年代に起こったパワー競争で遅れをとっているのは否めなかった。1983年10月には 4WD ターボに油圧式車高調整機能のハイトコントロールを追加し AT にロックアップ機構をつけた。 こうした 4WD 車種の積極的な拡充の結果、レオーネのユーザーは 4WD に価値を求める層が大半となり、他社の廉価なライバル車が数多く存在した 2WD モデルはその陰に隠れる地味な存在となっていった。3代目へのモデルチェンジ後も、海外向けのサンドアハッチバック、日本名、スイングバックとブラッドは2代目ベースのまましばらく生産された。 モデル後期、蒸気写真の、オール・ザ・ニュー・レオーネの頃は、ドアミラー装着解禁の過渡期であり、イメージリーダーとして、レオーネのドアミラー装着者の写真、4WD ターボモデルやツインキャブードトップモデルが、広告などで掲載されるようになった。オール・ニュー・レオーネと名乗る3代目は1984年、昭和59年7月16日に、まず4ドアセダンとして発売され、 10月25日に3ヶ月遅れでツーリングワゴンエステート版が追加された。ボディサイズは一回り大型化されて当時流行の直線的なものになりフラッシュサーフェス化されて CD 値イコール0.35という良好な空力特性が大きくアピールされた。その一方で従来型にあった個性的な武骨さは薄れたためスバルファンの中には スバルらしさがないという意見もあった。伝統の水平対向4気筒 EA 型エンジンは 1.8L のみ EA81 型のバルブ作動方式をスバル1000以来のギア駆動のカムシャフトによるオフからタイミングベルト駆動のカムシャフトによる OC に改めた EA82 型に進化し、わずかながらも高回転化が可能となって高出力化ターボの場合。 グロス 135PS、ネット 120PS された。変速機は5速 MT が採用されたが、先代以来の装備である、デュアルレンジ副変速機も引き続き採用され、走行中の実質変速段数は10段にまで達していた。最上級グレードの GT には、エアサスペンションが採用され、車高調整機能のハイトコントロールもついていた。 1985年、昭和60年11月、ドアミラーをフロントドアガラス前方に追加されたガセットに固定するタイプに変更し、下級グレードのハーフホイールキャップの衣装を変え、GT、GR にサンルーフ装着車を設定する小変更を行い、新たにサンドアクーペシリーズを発売した。デビュー当初のマニュアルトランスミッション車の 4WD システムは依然、 パートタイム方式で、アウディクアトロ以来のフルタイム化の流れに取り残されて、いたが、国内初のマニュアルトランスミッションのフルタイム4、WD 乗用車のマツダファミリア 4WD、1.6L ターボにわずかに遅れて、1986年、昭和61年4月発売の、サンドアクーペア RXE、1.8L ターボから、カサハグルマ、ベベルギアと、 バキュームサーボ式のデフロック付きのセンターデフの採用によってセンターデフ付きフルタイム 4WD 化され10月にはセダン・ワゴンにも採用が拡大されたこの時セダン・ワゴンのフロントグリルトリアコンビネーションランプの異常変更が行われた1987年昭和62年10月電子制御式4足 ATE-4AT 採用と合わせ それまでの MPT4WD から専用のコントロールユニットによるパルス制御によって前後トルク配分を予測制御するアクトマイナス4電子制御 MPT と呼ばれる高度な制御方式を持つフルタイム 4WD へ発展させようやくフルタイム化の自流に追いついた。百八十八年昭和十三年九月エステート版をイスズ自動車へ ジェミネット E として OEM 開始。1989年、平成元年2月後継車種であるレガシーの発売により、クーペ、ツーリングワゴン、セダン 1.8L 車が販売終了し、販売車種がセダン 1.6L のマイヤ、マイヤ E とエステート版 1600LC のみに縮小された。1992年、 平成4年10月実質的後継車種であるインプレッサの発売によりセダンが販売終了。廉価版は警察の捜査車両としても多数導入されていた。1993年平成5年7月イスズ自動車へ OEM していたジェミネット E の供給終了。1994年平成6年3月日産自動車から AD 版の OEM 供給が開始され、エステート版の販売終了。自社生産としてのレオーネは23年の歴史に幕を閉じた。本社が、スバルの主力車種だった1980年代後半には、好調なレオーネのアメリカ向けの輸出に依存をしていた。中で起こったプラザ合意による円高や、デザインこそ流行に合わせたものであったが、スバル1000から、 基本設計が変わらないエンジンとプラットフォーム、3足しかない AT、手動式チョークなど、設計の旧体化が進んだことなどにより、販売台数が伸び悩んだことで、富士重工業の強悪化を招いてしまった。このため、打開策として開発されたのが、初代レガシーである。1994年8月当時の提携先であった日産自動車からの OEM 供給で、 Y10 型 AD 版をレオーネ版として販売開始。1997年5月、マイナーチェンジ、キャブレターから電子制御化など。1999年6月、AD 版のモデルチェンジに合わせて Y11 型の販売開始。ヤード 22DD ディーゼルエンジンプラス 4WD5MT のみの設定もあった。 2001年3月軽自動車の企画変更に伴うサイズアップでサンバーバンと競合するようになったことからレオーネ版の販売を終了。レオーネの社名は名実ともに30年の歴史に幕を閉じた。同時に小型貨物車市場から撤退した。1991年頃自動車専門市等で長く不在だったレガシーと ジャスティの中間車種が開発中であると報道された。この時点では正式な社名が決定しておらず、自動車専門誌編集部などでは、おそらく、レオーネになるのではないかと推測していた。しかし、この車種が正式に発売された際には、インプレッサと名付けられ、レオーネの復活は幻に終わった。前述の通りレオ,オーネは、一般的な乗用車としては、 初めて 4WD 車をラインナップした車種である。当初は、業務用がメインで、販売台数も極めて少なかったが、ラリーでの活躍などを通して、独自のスポーツ性を築き、現在まで続く、スバルイコール 4WD、オードのイメージを作り上げた。外観は普通のサルーンでありながら高いアクロ、走破性を持つことから、山間部や降設地域の一般ユーザーに重宝された。 また、スキーなどを楽しむ層にも支持され、日本で初めて 4WD のステーションワゴンを発売した。レオーネの 4WD 車は、時にはオフロードをも含むアクロや、雪国での実用面が考慮されているため、乗用車としては最低地上高がやや高めである。また、対地障害格も大きく取られており、短めの前後をオーバーハングや地面に干渉しにくい、バンパーデザインも特徴である。 このように合理的かつ良心的な設計であったが、同時に、レガシー以前のスバル車共通の雪国向け、田舎臭い、垢抜けないというイメージを作ってしまったことは否めない。1983年、昭和58年からは、路面状況に応じて、車高を上下できる、ハイトコントロール機能を搭載したグレードが用意された。レオーネとはイタリア語で、オスライオンの意味で転じて、 勇者を表す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。